今回は格安なストラトタイプの鳴らし比べです。以前格安レスポールタイプの鳴らし比べをやっておりまして、今回はそのストラトバージョンでございます。だいたい中古で1万円ぐらいで現在販売されているストラトタイプ2本なんですけれども、まず一つがこれ、フェルナンデスの LE1Z。 新品でも初心者セットがまあ2万ちょいぐらい、アンプとかチューナーがついてそれぐらいで売られていて、まあ、中古相場でね1万円ぐらいなんじゃないかなと、かなりお安く販売されているフェルナンデスのストラトタイプです。そしてもう一本がこちら、バッカスのユニバースシリーズのストラトタイプになります。これもねかなりねお安く販売されておりますね。千葉管楽器さんから借りてきたんですけれども、これ中古といえどもね、まだピックアップにビニールがついてたりするんで、まあ、ほぼほぼ新品です。千葉管楽器さんでは9800円で今こちら販売されております。まあ、この2本をですね鳴らし比べていきたいと思います。ではまあ早速ね、このフェルナンデスから鳴らしていきましょうか。まず持った時の感想なんですけれども、全然ね悪くないです。ネックもね塗装もしっかりされてますし、フレットのバリとかも全然なくて、ちょっとねフレットが低めかな。ネックの塗装はサテンのものもあったりするんですけれども、まあその辺は好みでしょうね。ボディはバスウッドだと思います。座繰りは弁当箱なんで、意外とこう響く感じがありますよね。ほら生音も全然悪くないです。では鳴らしていきます。フロント、軽くてポカーンとしたところ、ポカーンとしたところがあるんですけど、まあ、それはそれでね逆にいい使い方ができるんじゃないかなと。まあ安ギターあるあるで、ちょっと軽いところを逆に軽やかという捉え方をすると、ポカーンとした感じもいいんじゃないですかね。うん、弾き心地はね全然悪くないです。まあ、気になる点としてはこの支点になってる部分ですね。このイナシャのブロックだったりとか、このブリッジの弱さ、この辺がしっかり固まるともっと芯がね強いサウンドが出るんじゃないかなというふうな感じはします。続いてバッカスのユニバースシリーズで、すごくシックな感じでかっこいいですよね。ネックの裏も塗装がされております。持った感じなんですけども、重量感はね先ほどのフェルナンデスと変わらずなんですが、ネックが太いですね。その分若干フェルナンデスよりも膨らみがあります。まあ、各パーツはねやっぱりちょっと安めな感じはしますね。フレットのバリだったりとか、なんかねじれとかそういうのは全然気にならないです。では鳴らしていきます。ちょっと太めな感じしませんか。ちゃんとこう弦が揺れてる。ネックが鳴ってる感じですよ。
なんですよりも若干甘いトーン、メイプルとねローズの差もあるかもしれないんですけれども、抜け感はフェルナンデスの方がありますね。もうでも指板がこういう風にしっかりと安ギターなんだけれども影響してきていると。しっかり膨らんでますよね。というふうな感じで格安ギターといえども、しっかりと個性があると。バッカスはね、ほんといいっすね。レスポールタイプの時にも思ったんですけれど、到底ね、その価格とは思えないぐらいのクオリティに仕上がってるなというふうな印象です。共通して言えるのはやっぱパーツのね、ちょっと安っぽさ。これね、ここ、プラスチックでした。こういったところでね、費用を削りながら、このね、塵も積もればというところで、何百本何千本と生産すると、この一つのね、パーツで大きくコストが変わってくるんでしょうね。そんな感じでですね、敬遠せずにぜひ試奏なんかしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。